します。クラブでボールを打ってみよう。ボールを投げてみよう。さあ、みんなもやってみよう。動画投稿もお待ちしてます。はい、お願いします。どちらかというとやっぱ野手で出てる試合の方が、まあ、ほとんど1週間のうちだったら多いので、まあそれと同じ風に履けるっていう方が基本的にはそういう違いも分かりやすくていいんじゃないかなと思います。ありがとう。なるべくなんていうんですかね、やっぱり癖とかもね、今すごいんで、なるべくボールがやっぱ隠れてる状態、吸収がバレてないかなとか、そういう安心感の方がやっぱり大事かなと思うんで、そういう細かいところの方が大事かなと思います。そうですね、まあ、まず早いので、はい、そんなにヘッドに重さを感じていても間に合わないかなっていう。年々フラットなバランスというか、よりその正確にいける方にシフトしてきてるかなっていう感じはするので、正直飛距離はね、そんなに困ってはいないので、まあ、こっちは もちろん大事ですけど、もう全然全く余らないぐらいの方が僕は好きなんで、かなりいい感じだなとは思って、練習でも使いましたけど、よかったですね。でも単純に昨年より握り感も良くなってるかなっていう。良かったですね。はい、スパイクのこだわりについて、すべての動作においての基本なので、自分の足にフィットする。はい、皆さんこんにちは。今日はメジャーリーグロサンゼルスレイズで活躍する大谷翔平選手を。まあ、というより、まあ、甘い球をしっかりと、はい、95中盤かぐらいだったと思いますけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。